はい、ちょっといいです。え、もう早速聞いていいですか、本質情報ね、いつ言おうかなって。え、何を何を何を、一緒それ思ってること一緒かな。え、あの活動についてですか。あ、そう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 、ちょっと、そうですよね、聞きたいことがあるんですよ。一個、うん、すごい、はい、私が大城さんをこのラジオにお呼びした、もうこれが聞きたいっていうのがすごいでかくて、青霧さんってその VTuber あるあるっていう動画をいっぱい上げてて、で大城さんってその中でもちょっと落ち担当みたいな、うん、使い勝手ナンバーワンですね。そうで、私はずっと思ってたのが、うん、バーチャル YouTuber あるある見てると、はい、これ誰が考えてんだろうっていうのがめっちゃ気になって、そのなんかブレイン的な人がいて考えてるとか、バーチャル YouTuber 本人が考えてるとかいろいろあって、うん、で私はバーチャル YouTuber じゃないとこれは無理じゃないっていうこともたまにあるのね。で、確かにちょっと詳しすぎますよね。なんか大城さんの登場頻度めちゃくちゃ高いじゃないですか。もし全然関係ない人が考えてるのであれば、この登場頻度の偏りって起こるのかっていうのが気になったんですよ。つまり枕営業してるかどうか。違う違う、そんなこと言ってない、ね、そんなこと言ってない、やめてくださいよ。違う、大城が抱かれてるかどうかを聞きたいわけじゃない、私は。大城も考えてるんじゃないかってこと。あ、なるほど。そう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 、確かにこの VTuber 大城たち青霧高校のことをショートから知ってくれた人ってめちゃくちゃいると思うんですよ。うんうんうん、あの大城たちメンバーが作ってるんじゃないかって、まああるあるだからそう思ってる方いると思うんですけど、あの実はあの台本を脚本から演出から撮影から編集まで一人でやってる先生が、あ、うちあの高校だから運営のこと先生って呼ぶんですけど、うんうん、その方が一人います。すごすぎない？編集もやってるんだ、その人が。編集もやってる、で人選もやってますね。え、その人が死んだら全部終わり？この人が死んだらもう青霧高校の大きな墓が出来上がる。すげー、ね、って思うと、はい、大城真城さん演技うめえなって思うんすよね。なんだ、嬉しい。いろいろあると思うけど、演技って私わかんないですけど、あんまりアテレコっぽい演技だったりとかコントっぽい演技だったりとか、うんうん、いろいろあると思うけど、はい、大城さんの演技ってすごい自然なコントっぽさがあってみたいな。嬉しい。あー、多分ね、うん、まあ、これはあの先生の指示というか、うん、先生のその作ったあるあるのショートの芝居の好み、みんなの共感性とかを得ないといけないんで、ちょっとそういうなんか、うん、アニメとか舞台系の大きな演技だと共感しづらいところがあって、だからそのまあ大城がショートの撮影で意識してることは、うん、あのこういう今委員長とお話ししてる時のマインドでセリフを言うことを、うん、あー、はい、いや素晴らしい。私これをたまにやっぱそのなんだろう、うん、茶番系のなんか言うこととか考えて自分で言ったりするけど、やっぱむずいからめちゃくちゃ取り直すし、なかなか軸がないと難しいですもんね、自分の中で。そう、なんかわざとらしくなっちゃうんですよね結構。